萩生田文部科学大臣は麻生財務大臣と来年度予算案の大臣折衝を行い、公立の小学校の1クラスの定員を来年度から5年かけて現在の40人から35人に引き下げることで合意しました。引き下げはおよそ40年ぶりです。